今日からですね、ちょっと新しいゲームをやっていきたいと思います。で、プレステのコントローラーまだ繋いでないや。これを繋いで。またね、トミーのゲームなんですけど、プラレール、夢がいっぱいプラレールで行こうっていうね、ゲームやろうかなと思ってるんですけど、いまいちね、どういうゲームなのかわかんないんですよね。A5A 列車で行こうみたいなゲームなのかちょっとわかんないんですけど、ロード中、何もさ、スタートボタン押しても全然ダメだ、ロード中だから。オープニングはどんな感じなんだろうね。あ、スタートボタンを押してください。どちらで遊びますか？どうしましょう。運転する？左スティックなんだね。十字キーでは操作できない。じゃあ初めから。君の名前を教えてください。はい。あ、方向キーあれなんだね。君の名前を教えてください。左スティックで全部操作するんですね。じゃあこれでいいか。はい。どちらの家がいいですか？どちらの家？じゃあ D51 か。説明書見ながらやった方がいいのかな。プラレールワールドへようこそ。あ、はい。僕の名前はプラレです。あ、プラレくんね。プラレールワールドで案内役を務めます。はい、どうも。よろしくね。はい、よろしく。これからプラレールワールドの説明をします。と言っても、このプラレールワールドを作るのは君。多分ね、なんでも建物とかも自由に作れると思う。建てられる、作れるのかな。自由に置いて、君だけのプラレールワールドを組み立ててください。どれぐらい自由に作れるんだろうね。まずはこの部屋の説明を聞いてくださいね。これ部屋なのね。このおもちゃ箱は君が持っている部品を入れておくところです。部品というのはレールや駅や列車などのことで、種類はたくさん。初めは少ししか持っていないけど、君ならなんかすごい容量食うっていうんだけど、このゲームなんかメモリカードの容量必要みたいな。2500KB 以上って書いてる。メモリカード 8MB 対応。プラレールワールドに使われているお金を貯めておくところです。豚の貯金箱か。お金の名前はプラって言います。プラが貯まったら、ここで部品を買うことができます。君はどんな部品が欲しいのかな。ちょっとわかんない。どんな部品が欲しいの？プラレールワールドを組み立てるには、このプラレールを選んでください。あ、山手線だけあってぐるぐる回ってますね。大きいマップや、あれはゼロ系新幹線。ゼロ系新幹線か。それぞれのマップには専用の部品セットが用意されています。プラレール図鑑がいっぱい入った本棚です。登場する列車をすべて紹介します。あ、まあ電車で言うとおまけモードだよね。このパソコンを選ぶと3つのコマンドが出てきます。あ、これはロードセーブだろうね。君の作ったプラレールワールドを取っておくには、セーブ、オプションがある。遊ぶマップを変えたいときにはマップ変更、その他の設定を変えたいときはオプションを選んでください。提灯にしか見えないけど。最後にプラの増やし方を教えます。乗り物を運転すると、時々レールの上に風船が出てきます。この風船を取るとプラが増えるんです。風船はレールや道路が長いほどたくさん出てきます。覚えておいてね。はいよ。これでこの部屋の説明は終わりです。初めての君には練習マップから始めることをおすすめします。説明は受けたけど、さあたくさん部品を集めて楽しいプラレールワールドを作ってください。はい、作ってみましょう。じゃあどうすればいいの？持っている部品、図鑑、どうすればいいの？プロレールで遊ぶ、遊ぶマップを選ぶところです。はい、マップは全部で6種類あります。はい、遊んだマップはセーブしておくこともできるし、他のマップで遊びたくなったら自由に変えることもできます。マップ6まであんだ。そう、すごい。1番のマップは練習用で、レールのつなげ方や列車の走らせ方などを覚えられます。どのマップで遊びますか？じゃあ練習用やってみますか。練習マップへようこそ。ステップ10まである。ここは初めてこのゲームを遊ぶ君のためのマップです。飛ばせないんだね、セリフでね。レイアウトを組み立てて列車を走らせるまでを僕が分かりやすく説明します。ボタン押さなくてもあれだね、桃鉄みたいにセリフをステップごとに分かれているので、ある程度までいったら丸ボタン押さなくても勝手に何のボタン押さなくても初めから練習したい時は次の質問に勝手に進んでいくんでいいですね。ステップ1からステップ10まで腰カーソルを動かしてみましょう。まあ練習できるからいい。じゃあそうですね、じゃあ初めから練習してみましょう。星カーソルを動かしてみよう。はい、このステップでは星カーソルの動かし方を練習します。星カーソルっていうのは真ん中に見える星の形をしたもののことです。この星カーソルはマップの上を自由に動く君の手のようなものなんです。だからここで楽しく遊ぶためには星カーソルを自由に動かせることがとても大切なんです。これいちいち全部説明したら星カーソルの動かし方を説明しますから時間かかる。よく覚えてくださいね。はいよ。では星カーソルをマップの奥と手前に動かしてみましょう。奥と手前？初めは奥だよ。あ、左スティックで。次は手前だよ。はい、手前。わかりましたか？はい。次は星カーソルをマップの右と左に動かしてみましょう。左スティックで。初めは右だよ。はい。次は左スティックで、今左で左に倒してます。わかりましたか？はい。次は星カーソルをマップの上と下に動かしてみましょう。星カーソルの中の数字は今の高さです。数字が大きいほど高いところです。1メートルってこと？一番高いところは9です。それでは9の高さまで上げてみよう。はい。これって L1 ですね。今度は1の高さまで下げてみよう。はい、今度。これ今度 L2 なんだ。R1 じゃないんだ。わかりましたか？わかりました。これでこのステップの練習は終わりです。はい。次のステップへ移りますか？はい、そうですね。視点を変えてみよう。視点。このステップでは視点を変える練習をします。気球が出てきた。視点っていうのはマップを見ている。電車でゴー。プレステ4版の電車でゴーも気球。あれ飛行船か。この視点は星カーソルが真ん中に見えるように。星カーソルの方をいつも向いています。ちょっと難しいかな。難しいね。何言ってるか分かんない。全然。では視点の変え方を練習しましょう。まずは視線のみだね。まずは視点を星カーソルから遠くにしたり近くにしたりしてみます。星カーソル。はじめは遠くだよ。ここで。次は近くだよ。十字。ここで十字キー使うんだ。次は星カーソルの周りを回るように視点を変えてみましょう。これも左方向キー、右方向キーかな。十字キーでやるのかな。準備はいいですか？はい。初めは左回りだよ。左回り。はい。次は右回りだよ。はい。十字キー。わかりましたか？はい、わかりました。これでこのステップの練習は終わりです。次のステップへ移りますか？すごい難しいわけでもなさそうだね。次を移動させてみよう。ここのステップでは部品の移動のさせ方を練習します。移動のさせ方、部品っていうのはマップの上に置くレールや駅や列車などのことです。行ったり上に行ったり下に行ったり、一度マップの上に置いてからも、しかも海のとこで自由に移動させることができるんです。上下してるから。ここでは置いてある駅を点滅している場所まで移動してみましょう。はい。駅を移動させるには星カーソルを駅のところまで動かします。おー、駅のところ。早速試してみましょう。おっと。その前に2つのアドバイスを聞いてください。一応動くんだ。1つ目は、星カーソルは左スティックを少しだけ倒すとゆっくり動いて、はい、たくさん倒すと早く動きます。こういう感じですね。2つ目は、星カーソルは視点が近い時はゆっくり動いて、遠い時は早く動きます。間違えた。だから一番ゆっくり動かすには視点を近くにして左スティックを少しだけ倒すといいですよ。視点を近くにする。ちょっと難しいけど、ちょっと難しいですね。確かに。では駅を移動させる練習を始めます。星カーソルを駅に合わせてみよう。はい、駅に合わせます。駅の色が変わって画面右上の丸ボタンが掴むになりました。そうですね。さっき奥になってましたね。駅が少し浮かんだのがわかるでしょ。これで駅を自由に動かせるようになりました。はい、試しに駅を回してみましょう。はじめは右回りで一周だよ。右回り。こういう風にやるのか。そう、8回をしたら元の向きになったのが分かりましたか？8回。そういうこと。2は左回りだよ。左回りは R2 なんですね。この向きのまま点滅している場所まで移動させてみよう。はい。そこに駅を置いてみよう。駅をここで丸ボタンなんですね。これでこのステップの練習は終わりです。このステップちょっと長い。次のステップへ移りますか？はい、移りましょう。レールをつなげてみよう。レール。このステップでは簡単なレイアウトを組み立てながらレールのつなぎ方を練習します。はい、部品を置くにはメニューっていうものを出します。覚えることあんだね。メニューを出してみよう。はい、じゃあ三角をします。4つの列車の形をしたものが出てきました。これがメニューです。はい、6、探す、5、戻る、探す、5、戻る、5も全部で4つありますね。はい、置くは部品を置くときに選びます。はい、探すは置いてある乗り物を探すときに選びます。置いてある乗り物、5を選ぶと乗り物が動き出します。戻るはおもちゃの家に戻るときに選びます。おもちゃの家、さっきのやつか。それではさっきぐるぐる回ってたやつか。山手線とし0系が。メニューの奥を選んでみよう。はい、丸ボタン。部品が出てきました。これは今みんな持っている部品です。部品の横の数字はこの部品の数です。99本。これから僕が言う通りに部品を置いていってくださいね。はい。はじめに直線レールを置きます。はい、直線レール。部品の中から直線レールを見つけてみよう。これですよね。これじゃないの？変形レール、直線レール。これか。直線レールをつかみました。はい。部品を回転させて向きを合わせよう。部品を回転。直線レールを点滅している場所に置いてみよう。はい。点滅する場所に。点滅？どこ？点滅してる。そこか。そうだね。直線レールが置かれました。次は直線レールを置くので部品を選び直します。はい、部品を取り替えよう。部品を取り替える。曲線レールを選んでみよう。曲線レール。曲線レールを点滅している場所に置いてみよう。はい。部品を回転させて向きを合わせよう。曲線レールを点滅している場所に置いてみよう。部品を回転させて向きを合わせ、曲線レールを、はい、部品を回転させ、直線レールを点滅している部品を取り替えよう。部品を取り替え、直線レールを選んでみよう。はい、これですね。部品を回転、直線レールを点滅している場所に。簡単に置けますね。もう少しだよ。頑張って。部品を取り替えよう。はい、直線レールを選んでみよう。直線レールを点滅している場所に置いてみよう。こういう感じかな。部品を回転、部品を回転させて直線。ああ、これですね。あと1個だよ。はい、やったー、できたー。さっきからあの気球が気になってしょうがない。これでこのステップの練習は終わりです。まあよくあるレイアウト、楕円形のレイアウト、鉄道模型の初心者コース、初心者コースってああいう感じになりますけど、列車を走らせてみます。はい、列車をレールの上に置いてみましょう。はい、列車を置くにはレールの時と同じメニューの置くを選びます。はい、メニューを出そう。はい、置くを選んでみよう。丸まった。列車の部品は別の列にあるよ。別の列、ああこういうこと。左スティックでを左右に倒す。列車が出てきました。列車を選んでみよう。はい、ゼロ系です。レールの上に列車を左向きに置きます。左向き。列車の向きを左にしてみよう。はい。ああ、三両編成。列車をレールの上に持っていくと、はい、レールの色が変わります。はい。点滅しているレールの上に列車を置いてみよう。はい、置きましょう。これでどうすればいいの？点滅しているレールの上に列車を置いてみよう。置いてんだっけ？列車がうまくレールの上に置かれました。あ、置かれ、大丈夫。選ばれている部品を取り替えそう。部品一覧を閉じよう。ん？いよいよ列車を走らせます。ちょっとよくわかんなかった。都市カーソルを部品のないところまで移動して、メニューを出してみましょう。はい、都市カーソルが部品のないところにあるときは、画面右上の三角ボタンがメニューになります。はい、じゃあ三角ボタンを押します。O を選んで列車を走らせよう。電車で行こう。あ、これで走るんですね。すごいすごい、走ってる走ってる走ってる。見えないけど、ああこういうふうに列車を動かすもう一つの方法を教えてあげるね。列車を動かすもう一つ。メニューが出ていない状態でスタートボタンを押します。はい、スタートボタン。これで OK。 そうなんですね、スタートボタン。どちらでも好きな方を使ってください。押してもダメだ、反応しない。これでこのステップの練習は終わりです。あとのお楽しみってやつか。スタートボタン次のステップへ移りますか。長いね。列車を駅に止めてみよう。はい、駅に止めることができる。列車を駅に止めてみます。駅を見てください。はい、このままだと列車は駅に止まりません。そうですね、通過してますもんね。今から列車が駅に止まるようにしてみましょう。はい、駅に星カーソルを合わせて三角ボタンを押してみよう。メニューに切り替えが出てきました。切り替えを選んでみよう。はい、丸ボタン。黄色い停車装置が出てきました。停車装置。これで列車が止まるようになりました。なんか出てきましたね、黄色。列車を走らせて確認してみましょう。はい、メニューを閉じよう。メニュー閉じ一発か。スタートボタンを押して列車を走らせよう。はい。まあこういう風に止まるのか。あ、止まりました。ちゃんと駅に止まりましたね。うん、多分中途半端ですね。だからもうちょっと駅を増やさないとダメってことか。まあこれ練習用だからね。丸ボタンを押してみよう。駅に押しカーソルを合わせて丸ボタン。駅以外の部品で丸ボタンを押すと何か起きるかも。駅以外のいろいろ試してみてね。ああ、ちょっとこれでこのステップの練習は終わりです。次のステップへ移りますか。はい。レールを取り替えてみよう。レール取り替えることができる。このステップでは置いてあるレールを取り替えて、もっと楽しいレイアウトにしてみましょう。はい。はじめに直線レールをターンアウトレールに取り替えてみましょう。点滅している直線レールを掴んでみよう。はい。直線レール掴む。点滅している直線レールを掴んでみよう。掴む。あ、丸。そして外してみよう。外す？あ、もう一つの直線レールも同じように外します。はい。点滅している直線レールを掴んでみよう。点滅している。そして外してみよう。はい。直線レールを外したところにターンアウトレール左を置きます。ターンアウトレール左。メニューを出してみよう。置くを選んでみよう。はい、行きます。ターンアウトレール左を選んでみよう。アウトレール。ターンアウトレール。これですね。部品を回転させて向きを合わせよう。もう一つの方にはターンアウトレール右を置きます。部品を取り替えよう。はい。どうやっけ。三角。僕どうやっけ。あ、バツか。ターンアウトレール右を選んでみよう。ちょっと分かんないけどね。ちょっと難しい。ターンアウトレール右。これで丸ボタンを押しましたね。完成です。はい。部品を取り替えよう。部品取り替える。はい。直線レールを選んでみよう。直線レール。これだ。部品を回転させて向きを合わせよう。選ばれている部品を取り消そう。選ばれている部品。あ、こういうことか。部品一覧を閉じよう。はい。できました。おー、いいですね。これでこのステップの練習は終わりです。はい。次のステップへ移りますか。はい。ポイント切り替えてみよう。ポイント切り替えもできる。あ、そうだよね。それはそうだよね。ポイントの切り替え方を説明します。ポイントっていうのは結構長いね、このレース。まあ途中でやめてもいいんだけど。列車がどっちに進むかはこのポイントを切り替えることで決められます。まあ表のプラレールだと手動でね切り替えられて、鉄道模型だとね、なんか鉄道模型も手動で切り替えちゃった方がいいんですね。レールの上の黄色い矢印を見てください。ポイント切り替えなんとか、なんかレバー倒すと勝手にカチってねなるやつもあるんだけど、壊れやすいからね、安いんだけど。鉄の模型も手動の方がいいかなって思ってね。はい。メニューに切り替えが出てきました。はい。これ丸か。切り替えを選んでみよう。そうそう。ポイントが切り替わりましたね。切り替わってる。ポイントが本当に切り替わったか、列車を走らせて確かめてみましょう。はい。メニューを閉じよう。メニュー閉じる。スタートボタンを押して列車を走らせよう。あっちのポイントは切り替えなくていいのか。ほら、ちゃんと矢印の方向に進みましたね。すごいね。列車が走っている時でもポイントは切り替えられるんですよ。ポイントに星カーソルを合わせて丸ボタンを押してみよう。ポイントは丸ボタンを押すたびに切り替わります。あ、そうなんですね。ポイントのあるレールは他にもいろいろあるので、後で試してみてくださいね。はい。これでこのステップの練習は終わりです。次のステップへ移りますか。あと2つか。あと2つですね。もう運転できる。このステップでは運転士さんになって列車を運転してみましょう。はい、運転しましょう。はじめに星カーソルを列車に合わせてみよう。列車に合わせる。列車の色が変わって画面の右上の三角ボタンが列車になりましたね。はい、次に列車のメニューが出ました。はい、スピードは列車のスピードを変えるときに選びます。編成は列車の編成を変えるときに選びます。運転は列車を運転するときに選びます。はい、GO は次のステップで説明します。お列車に何かをしたいときはスピードも変えられるんですね。編成、重量編成とかもできるってことか。大体プラレールって3両編成で売られてますからね。それでは運転の説明に戻ります。はい、運転を選んでみよう。列車の運転席に移動しました。おお、すごいね。操作の説明です。左のレバーでスピードを変えられます。おスピードは1から3の3段階で、0はストップです。3ノッチまでか。レバーは左スティックの上と下で動きます。はいはい、丸ボタンを押すと警笛が鳴ります。右スティックで見る方向を変えられます。運転席を前か後ろかに変更するのはセレクトボタンです。それでは実際に走ってみていろいろ試してください。はい、このレイアウトを参照してみよう。はい、じゃあこれでいきます。ああ、速くなりましたね。これが2段階。ああ、速い速い。視点も変えられると右、下、上。これは、これが運転だ。ちょっとわかんないね。もうちょっと、おいおい、やっていくしかない。警笛も鳴らせます。お客さんはまだいない。6キロ。もう一度運転しますか。まあいいでしょう、こんなもん。これでこのステップの練習は終わりです。はい、面白いね。次のステップへ移りますか。これが最後だ。列車を眺めてみよう。列車を眺めてみよう。このステップでは列車が走る様子を眺める方法を説明します。はい、眺め方は全部で4種類あります。それぞれセレクトボタンで順番に切り替えることができます。セレクトボタンか。それでは始めてみましょう。はい、列車のメニューを出してみよう。列車のメニュー、列車のメニューを出してみ、はい、星カーソルを列車のところまで移動しよう。はい、列車のメニューを出してみ、星カーソルを列車のところまで移動しよう。列車のメニューを出してみよう。どれだっけ。列車のメニューを出してみよう。列車のメニュー、これか。GO を選んでみよう。GO、はい。ああ、こういうふうにでセレクトボタン。ああ、今押してもダメか。こういうふうに見れるわけ。列車を追いかける眺めです。セレクトボタンで切り替えてみよう。はい、星カーソルが自由に動かせます。ポイント切り替えなどができます。ポイント切り替えはこういう風にできる。今右スティックで左に倒してます。セレクトボタンで切り替えてみよう。はい、あ、こういう切り替えもできますね。矢印があっちなんだけど、逆だ。あ、あれポイント、そうそう、ポイントのやつか。セレクトボタンで切り替えてみよう。はい。今度はどういう。飛行機に乗っているように。マップ全体を眺めます。そういうこと。左スティックで動かすこともできるんですよ。あ、こういうふうに。今右スティックをしたんですけど。以上、4つの眺め方でした。まあちょっとこれはちょっとわかんない。メニューの5を選ばなくても列車に星カーソルを合わせてスタートボタンでも同じことができます。あ、こういうことね。覚えておくと便利ですよ。左スティック、これでこのステップの練習は終わりです。これで僕の説明は終わりました。まあわかりやすい説明ですね。自由にレイアウトを組み立てられるようになります。はい。あとはみんな工夫して楽しいレイアウトを組み立ててみてください。はい、わかりました。もう一度練習したいときは、結構ですね。L1 ボタンと L2 ボタンを押しながら練習マップを選んで新しく始めてください。はい、もしわからないことがあったらこのゲームの解説書を見てくださいね。はい、それでは出発進行。まあわかりやすいですね。なんか急に始まったけど、じゃあメニューで戻りますか。100プラっていうのがありますね。はい、ということでどうすればいいんだろう。左スティックで、じゃあセーブ、一応セーブして終わろうと思います。持っている部品データをセーブします。セーブできるよね。これがセーブ画面ですね。なんか30分ぐらいやったね。結構長かったね。セーブしています。長いね、セーブ。この時間わかんない。持っている部品が424個。部品は424個もあればなんかねたくさんありそうだけど、どんどん増えていくんだよね。はい、という感じでね、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。